皆さんこんにちは。主演を務めました大野キャンディス・マナと監督の大野キャンディス・マナです。今回初めて短編の映画を作りました。これが私の初監督作品となりますね。で、主演に大野キャンディス・マナさんを使わせていただきました。ありがとうございます。キャンディスさんの迫真の演技がとても素晴らしかったですね。本当に今をときめく、これから活躍すると思われる女優ですね。はい、注目です。キャンディスさん、この映画について宣伝をどうぞお願いします。この映画は、一人の少女に小野小町の亡霊が取り付いて、彼女の記憶をめぐって彼女の歴史が知られざる歴史が暴かれていくというストーリーになっております。なぜ小町はこの歴史から消えたのか、結構コメディ要素が強めのことになってますね。本当にコメディ要素強めで、家族と見ても犬と見ても猫と見てもおばあちゃんと見てもみんなが見て楽しめる映画となっております。それでは予告編です。歴史から消えた小野小町。夜だから。